緊急企画、秋山郷から志賀高原の紅葉をもっともっと楽しみたい。前回秋山郷の紅葉を我々楽しんだわけですけども、楽しみましたね。もう帰り道なんですけど、道中の結構ね紅葉がかなり綺麗になってきてて、そうなんですよね。っていうのもね、標高も上がってきて、こう上から下へっていう紅葉のこう移ろいが、じゃあ帰りのこの道中も楽しむべく、ちょっとドライブ企画をね、緊急で、そうです、緊急で、そうです。何があって秋山郷から志賀高原まで上がっていくわけですよ、はいはいはい、そうすれば必ずどっかがいい感じの紅葉にぶち当たると。ほうほう。じゃあ秋に来れば大体当たるんですよ。紅葉してるところもあれば、はい、しないところもあるけど、はい、楽しめる場所があると。あるんです。じゃあいいとこあるんです。長鳥的紅葉スポットを、じゃあ、切り取っていきましょう。よろしくお願いします。長鳥ということで、はい、今ちょっと車を走らせてて、はい、ね、先ほど言った志賀高原の方に向かってたんですけど、はい、もうすぐ道中にこれ、はい、大滝と書いて大山と読むらしいんですけど、はい、滝がどうやらあるらしくて、はい、でしかも奥に広がる紅葉がまあまた見事、うん、まあ、せっかくねこんなところに立ち寄れるんだったら、ちょっと滝ね、はい、この大山 見たいなと思って見てみましょう。はい、ちょっと行ってみますか、うん、そうです。滝って言ったらもう行かずにはいられないですよ、うん、それはどうですよ。ちょっと行きましょう、行きましょう、うん、コースになってるんですね。例えばここにマップが、マップ奥志賀渓谷コースって、もうなんかすごいですね、はい、うん、いつ雨が降ってきても大丈夫なように、あ、もう長靴、おい、そして傘、キャメラさん撮れますか。キャメラさん、いや、キャメラさんも入ってるんですよ。ほんとすごい綺麗、紅葉のトンネル、うわあ、いい感じ、こりゃいい感じ、なんかもう天国へ続く道みたいなね。なんでそんな、なんかロマンチックなこと言うんですか。おじさんって結構ロマンチックらしいよ。これモミジ、ザモミジ、ザモミジ、うわ、なんですよね。大膳、大膳、大じゃないんだ、大膳だ、大膳、ほんとだ、大膳ですか。大膳、大膳です。あと70、はい、じゃあ 700m、 もうあのこう沢の音というか、はい、多分これ滝の音なのかな。聞こえてますね。 700m ってまあまああるね。やっぱ長鳥やってるとこう歩くからいいですよね、この辺とかも、うん、いやー、先に失礼だよ、先に見ちゃったら危ない。先輩、じゃあこの、はい、今、はい、こちら側にすで、はい、にあるんですよ。あるね、すげえ聞こえる。見てください。じゃあ行きますよ、はい、じゃあ失礼します、お邪魔します。ドーン、すげえ、いや、これやばい、これすげえ、マジですげえ、これ滝壺もこんなでかくて、ちょっとすごすぎませんかこれ。滝壺2段になってるのはおしゃれ。いや、しかもなんか深い、深いね。しかも上から流れ込んでるのもなんかこう見える感じが、またなんかこう、なんかね、いや、これは来とくべきでした、うん、ありがとうございました、ありがとうございました、立ち寄り成功。じゃあちょっとやりますか。アウゼン、アウゼン、かわいい長鳥。これはちょっと、すごい道中紅葉綺麗でしたね。綺麗ですね、今いいですね。志賀高原上の方にいいんですね今ね、うん、あの川ですね、川、これが、はい、雑魚川、はい、これ今ですね、はい、もうちょっと進むと、はい、奥志賀というところ、ああ、要は志賀高原の方、はい、そうです、につながると、そうです、今もう雑魚川がもう、本当だ、うわ、すごい、あの大膳で見たあの雑魚川上流でございます。なるほど、これこれ、まあまあまあ、でも一応歩いた形跡はあるんで、本当にね痛いのよ、危ない、痛い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 
左足があんまり曲げられないのよ。ああ、それはちょっと良くないですね、うん、いいね。雑魚川ですよこれが。うわー、紅葉も相まって綺麗じゃないですか。雑魚川ちゃんですよ。いやー、冷たい。非常に気持ちいい。もう白樺が増えてきて。本当だ。はい、はい、ということでね、はい、さっきの、雑魚川から、はい、要は奥志賀抜けて、志賀高原にも入ってきて、はい、こちら志賀高原の蓮池でございます。蓮池ですね、はい、すごいね、もう分かるように紅葉すごいしてますね、ええ、ちゃんとしてますね。しかもあんな雨降ってたのに、ええ、めちゃくちゃ晴れたじゃないですか。めちゃくちゃ晴れましたよ。めちゃくちゃ晴れましたよ。ここも紅葉の綺麗なスポットと言われておりますが。ですよね、ええ、もうね、物思いふけに来るのにもいいんじゃないですかね、うん、志賀高原ってね。あとあれですよね、やっぱ志賀高原入った途端に白樺が急に増えたりとか、ね、うん、なんか雰囲気が全然変わるんですよ、うん、同じ山なので。確かに確かに、山伝いにずっと山の中にいたのに、うんうん、結構これおすすめのドライブス、うん、ルートなんじゃないかな。確かに。ヒカル君、はい、ちょっとせっかく志賀高原に来て、はい、今ここら辺がこんないい感じなんで、はいはいはい、ちょっと横手山の方に向かって。おお、ね、有名ですよね、はい、そっちの方も綺麗なんですよ。おで、あの横手山ドライブインっていうところがあって、はいはいはい、そこがもう標高 2000m 超えるんですよ。いや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 、すごいじゃないですか、はい、もう登山で行くような山の標高じゃないですか。そうなんですよ。気軽に車で 2000m 行けちゃうということで、はい、あの横手山のスキー場の麓までは行けるんですけど、はい、そこから先っていうのも行けないんで。あ、じゃあちょっと楽しみです、僕行ったことないんで実は、はいはい、じゃあちょっと早速横手山の方に向かいたいと思います、はい。木戸池抜けて、木戸池、はい、熊の湯抜けて、熊の湯、はい、横手山ですよ。ほう、これ1500です、はい、1500で。見て青空。いや最高、いいね。これも上まで来ちゃってる、上まで来ちゃってる、ね、すごい突風すごいよねここね。でも着きましたよ。はい、着きましたよ。ここは横手山ドライブイン。すごいですよ。で標高、うん、はい、2100、2100、こっちか。吹きさらすぐらい標高高いってことですよ、はい、そうですね。いやーすげー。じゃあね、ヒカル君に、はい、そして見せたかった景色っていうのが、景色我慢してもらってますけど、はい、こっち見てください。ドーン、うわーすげー、すごくないこれ。これはすごい、これすごくない。いや、この景色は、もう GoPro でもこのワイド感超伝わってますよ、生活圏からさ、はい、こんな近くにこんなすごい大自然があるんだよね。いや、本当にすごいことですよ。はい、はい、歯が乾く。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、でも今日良かったですね。いや、楽しかったですよ、やっぱり紅葉この時期ね、うん、志賀高原やっぱ、うん、もうなんかわかんない、ベタベタかもしれないけどすっごい綺麗でしたね、はい、すっごい綺麗でした。蓮池も、あの上の横手山も、本当にもう見事に紅葉してて。そうですね、うん、はい、しかも気軽にね、あんな車で、はい、2000m 級まで行けちゃって、はいはいはい、うん、すごかったです。最後はね、今ご覧いただいてますけど、こちら、はい、関満岳。関満岳、ここも何気にこう今ね、しれっとこうエンディングでこの場所で撮ってますけど、すごいちゃんと紅葉しますね、うん、いい感じの紅葉になってますよね、こう遠目から見るけど、あれすごいでかいんでしょうね、あれ、いやーすごいですね、なんか。以上でですね、今回のですね、ヤダトリチャンネルは終了でございます、はい、また次回までお楽しみに、はい、それでは皆さん、バイバイ、バイバイ。